せる工藤さん代表してお答えいただきますか。はい、ます。いろいろ意味あるんですが、が、なんですか、が、順に説明したいかな。おお、はい、一番引いてるやつ、めちゃめちゃ覚えてますよ。うん、あのなぜかと言いますと、はい、雨降ってたじゃないですか。しかも、結構ゲリラ豪雨、はい、そこのタイミングだけですよ。突然降りましたね。俺と雨男属性じゃないですか。はいはい、この瞬間、ちょっとだけ晴れた。うん、それでちょっと、おめでたい。一瞬だけ恵まれました、ね、僕ら天気に恵まれないですからね。恵まれです。いい写真ですね。はい、はい、ありがとうございます。すいません、2問目なんですけれども、今回タイトルが、まあ、ちょっと裏表とか、まあ、白黒つけるというような意味だと思うんですけれども、ぜひ皆さんにちょっと今年白黒つけたいことを、一言ずつお伺いしたいです。じゃ工藤さんからお願いいたします。白黒、僕はですね、最近ちょうど今台湾ツアー中なんですけども、声が出せるようになるタイミングに白黒つけたいですね。確かにね、やっぱね、ちょっとやっぱり楽しいは楽しいですし、収容人数増えてきてすごくエンタメとしてはいい空気なんですけども、まあ、やっぱり声、ね、コラボレスポンスができるのは初めてライブ元通りになるなとかあるので、日本もまだ時間ですね。そうなんです。そのタイミングがいつになるのかっていうのを注力をつけたいなっていう気持ちは、はい、外はマスク外してもいい、中もね、うんうん、あの外していいとかね、喋、ね、らなくて、うん、顔はさえ、ね、僕は、はい、じゃあ次、小野さんお願いします。はい、白黒と言いつつも白と赤をさせていただいて、今年こそは、こういうタラスを出たいなと思っております。なるほど、はい、白黒なんですよ。以上でございます、はい。じゃあ和田さんお願いします。じゃあ僕はすごい個人的なことで、すごい僕 髪型だったら 髪色だったりすごい変えるんですよ。一番変えます、ね、伸ばしたり短くしたり、はい、その都度ファンの方からした方じゃない方がいいってめちゃめちゃ言われる。ないものだり、ないものだりされるんで、はいはいはい、結果どれやねんっていうところを、はい、後ろでいろいろ見せましょう。永遠にしてるから真ん中ぐらいの長さにしよう。今めっちゃ言われないの。白黒ついてた？ついてない、ついてない。ミュージカルしていただいて、ありがとうございます。花村さんもお願いします。はい、そうですね、最近なんかこう胃もたれすることが多くて、よく考えてみたら前日に、はい、しゃぶしゃぶ食べてる時にカレーじゃん。いや、やっぱりしゃぶしゃぶを食べてるなと思って、はい、豚肉なのか牛肉が原因なのか悩んでるっていうどちらは食べてないです。両方同じぐらい食べてます。タレは何で食べてる？タレは、ポン酢と、だしと、あとはごまです。はい、普通の状況でございます。ごまの可能性も、いや、もう大丈夫です。先に全部言われちゃったんで、すげえ。じゃあ肉縛りということで、肉縛りは違う、縛ってない、一人だけだった貸します、自分に。僕は焼肉行くときに、焼きすぎてしまうのが焦げなのか、ミイラなのか、確かにそこをちょっと白くつくりなと思います。僕はメイラードハンドだと思って食べてるんですけれども、それちょっと滑ってますかね。貸したがゆうに僕が今焦げちゃいました。